はい、加藤裕樹です。嬉しいコメントが来てたので、ちょっとご紹介させてもらいたいと思います。ボンちゃん R さんから、かっちゃんさんは、喋りは芸人のような流暢な喋りで話に引き込まれるんですが、話を聞いていると普段からいろんなことを考えておられて、すごいなーって感服いたしました。マジ。これからもぜひ、かっちゃん節をガンガンにお願いします。よろしくっていうコメントいただいたんですよね。マジですか？超嬉しいんですけど、褒め上手かよ。いやー、芸人さんのようにか。なるほどね。確かにね、僕ね、20代の頃かな、あの芸人さんの、あ、この喋り方いいな、この喋り方いいなっていうのを TTP しましたよ。徹底的にパクるパクるってってか、誰をパクってかちょっとわかんないんですけど、僕がそういう芸人さんのようなっていう風にね、ボンちゃんさんからや思われたのは、僕はでもそれ、その芸人さんのこう、ここの芸人さん、この芸人さん、この芸人さんの喋りをパクってやろう、パクってやろう、パクってやろうみたいな感じで、ハイブリッド TTP しますから、僕。だから、そういう風に見えるのかもしんないですね。だから、その、皆さんが、なんかもっと喋り方をこうし、うまくなりたいなーって思う方がいらっしゃるんだったら、この政治家さんのあの人の喋り方いいなとか、芸人さんのあの人の喋り方がいいなみたいな、あのラジオのパーソナリティとかね、テレビの MC さんとかいろいろあるじゃないですか。それをそのまま徹底的にパクればいいんですよ。そしたら同じような喋り方になると思います。どうですか？ってですよね。そうだと思いますけどね。そうすると、まあ、簡単に、なんだろうな。オリジナルで、なんか、こう、うまくしよう、どうしようって考えるより、パクった方が早いっすよ。はっきり言って。てか、僕、誰パクったんだろう。忘れちゃったな。でも確かに、ほんと、芸人さん、何人かパクりましたよ。それが今の加藤裕樹の喋り方につながっております。だと思います。だと思います。でも僕のもい、やっぱ意識してるのはね、やっぱゆっくり喋るって、相手にこう伝わるようにってはありますけどね。それはなんでかっていうと、やっぱね、こうまひがを触るとちょっとおかしくなっちゃうんで、ちょっと手を離して言いますけど、やっぱりこう結構言われるのが、このまひがあっても普通に喋ってますよねって言われるんですけど、いやでも本人からすると結構喋りづらいですよ、いまだにも。ただもう僕の場合はこのリハビリじゃないんですけど、もう車の中でこうやってバン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 こう動画でとかで喋ってるじゃないですか。それもあるから、もう僕普通の人で多分ね、顔動かしてますよ。一人言も言ってますからね、車の中で普通に。そういうのがあるんで、それもあるんですけど、実際右こっち麻痺じゃない、喘息側の方ですよ。で、まあ、日が飲んでやりますよ。ピクピクする。上げてもないのに2段ピクピクって。まあ、こんぐらいこのやっぱ顔面の差って、こっちはすごい上がって、口角上がってるけどさ、こっちはあまり上がりが悪いんですよね。まあそんな感じでやっぱこの喋りにくいんですよね、すごく。
なんか以前のスピードで喋っちゃうと、口の中噛むわ、唇噛むわ、言葉は噛むわって神々神様になっちゃうんですよね。まあそんな感じもあるんで、まあゆっくりこう伝えるようにはしております。じゃないと何言ってんのか分かんなくなっちゃうんで、まあそういうのもありますよね。まあ今回のね動画、喋り方をうまくなりたいのなら、あ、この人の喋り方いいなって思うのを徹底的にパクで TTP です。あ、そうだそうだそうだ、あとそうだな、僕はどちらかというと感情を入れてます言葉に。それまあ例の一つで言うと、嬉しい時とかっていうのはやっぱワントーンを上げるんですよね。例えばの話ですけど、そのレジに行って袋詰めをしてくれた時ですよね。こうやって ありがとうございましたってじゃなくて、ありがとうございましたって感じで、そんなに嬉しいんですかねっていう感じで、そのやっぱ感情を乗っけて言葉にこう、嬉しい時にはやっぱテンションこうガッと上げて、悲しい時はテンションこう下げるみたいな、そんな感じでやっております。以上、加藤の喋りはここから来てますっていうのを今回お伝えしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。コツさんか